してた。思っていたより地球はゆっくりと回っている。胸の奥に浮かぶ言葉を拾い集めよう。ずっと前から知り合いだったのに、どうして友達なんだろう。お互いがそんな目で意識するなんてできなかった。風に吹かれても何も始まらない。ただどこか運ばれるだけ。こんな関係も時にはいいんじゃない。愛だって移り変わるものでしょう。あれこれと考えてもなるようにしかならないし。予想がつかなかった。なぜ奇跡的なチャンスを見逃してしまうんだろう。時が過ぎて振り返ったらため息ばかりさ。上にそういうアプローチをするとやっぱり気まずくなるのかな。恋愛の入り口に気づかない方が僕たちらしい。風が止んだってハッピーでいられるよ。こんな関係も時にはいいんじゃない。